私はこうやって今現役のプロボクサーとして活動していますが、一度引退しています。そしてこの参政党で皆さんの前で声を上げているのも、プロボクサーに復帰したのも全て意味があるんです。私は育ってきた環境が複雑で、二つ上の兄とは父親が違う、弟二人がいるんですけど弟二人は母親が違う、そういった家庭環境で生まれました。両親はすぐ離婚をして、父親は自己破産をしています。シングルマザー、母親のもとで育ててもらってはいたんですけど、物心ついた時からずっとなんで生きてんだろうと、いたらどうなるんだろうと、そんなことを思いながら生きていました。ただそんな自分が嫌で、中学3年生の15歳の時にボクシングを始めました。ありがとうございます。そして当時のジムの会長に、17歳になったらプロボクサーになれるからお前なってみろと言われたのがきっかけで、ボクシングというスポーツを真剣に取り組みました。そして17歳で私はプロボクサーになったんです。そしてプロボクサーになり、リングの上の高揚感、人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、そういったものを人生で初めて知れたんです。自分自身を構成し、自分自身を変えることができたんです。そして18歳で新人王、22歳の時に日本ランキング、結果を出せば出すほどたくさんの人に応援をしてもらい、小さな成功体験を積むことによって自分自身に自信を持ち、誇りを持てるようになったんです。そしてプロボクサーを一度引退して、2年半サラリーマン生活を経て、そしてまた再びプロボクサーに復帰させていただきました。プロボクサーに復帰して、地元の大阪、母親、家族、皆さんにまた応援してもらっているんです。そしてこの愛知の地で出会った人たち、皆さんに応援してもらって、支えてもらって、今僕はここに存在できているんです。そして僕が政治、こうやって政治で関わって一番伝えたいことは、皆さんに少しでもいいから政治に関心を持ってもらい、興味を持ってもらうこと、そして僕みたいな人間がこうやって立ち上がることによって、僕みたいな人間が結果を出すことによって、今生きることに希望を持ってない方々、学校に生きてない子供たち、それの親御さんたち、社会に適合できないというか、そういうレッテルを貼られたような子供たち、そういった人たちに少しでもいいから希望を持ってもらい、勇気を持ってもらい、未来に希望を持ってほしいです。皆さんにきっかけをどんどん作っていきたいです。自分は幼少期の時、なんでしてだろう、そんなことをずっと思ってた。そしてプロボクサーに一度引退したのも、2017年の8月、練習中に理性が飛び、以下の病棟で手と足を腐れる入院も経験しました。その時全てが敵に見えました。家族ですら、母親ですら、全て敵に見えてしまってました。感情に蓋を殺し、周りが見えなくなり、結果を出せばどうにかなるんだと、そう思ってて、プレッシャーで押しつぶされて、一度落ちるところまで落ちました。
ときに本気でだと思ったし、ベッドの上で一生過ごすんだと、そう思いました。私は幼少期、母親の愛情を受け取ることができなかったです。ただ自分が入院したときに、そのときに母親が僕を誰よりも信じてくれて、誰よりも僕を愛してくれたんです。その時に初めて母親の愛情を受け取ることができました。僕が伝えていきたいこと、僕が伝えていきたいことは、人でしか変われないです。そして子供の教育、子供の教育もなんですけど、まずは大人が変わっていくこと、大人が未来に希望を持って生きていくこと、そして自分で選択をして選んだことに対して誇りを持って自信を持って、自分の選んだものに対して使命を持っていくこと、生き生きと自分らしく正々堂々と生きること、一人一人が自分は自分なんだ、俺は俺なんだ、人と比べることもないです。自分のやりたいこと、やっていきたいこと、そして夢とか目標を持って言いたいことは言って、やりたいことをやりたい、そのような社会を僕は作っていきたいです。そのような空気をどん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 作っていきたいです。実際今の日本を見て皆さんどうでしょうか。すごい閉鎖感というか、そういうものがすごいあるんじゃないでしょうか。皆さんが子供の時はどうでしたでしょうか。無邪気でやりたいことやりたい、あれやりたい、これやりたいと思っている方ってすごい多いんじゃなかったんでしょうか。でも今の子供たちっていかがでしょうか。今の子供たちって、その子供たちが約30万人もいると言われているんです。去年は25万人で、1年間で5万人も増えてるんです。これってすごいおかしなことなんじゃないでしょうか。そして子供たちのしてしまうような子供たち、過去最多で500人を超えたと言われてるんです。これって子供たちが悪いんでしょうか。子供たちの手を差し伸べるのは大人なんです。まず大人が今を一生懸命に生きること、そして未来に希望を持つこと、別に大きくなくてもいいです、ちっちゃくてもいいから、そういうものを誇りを持って自信を持って生きること、まずはそういうことが大事なんじゃないかなと私は思っています。